イタクマのキッチン。よー、クマくん、お久しぶりだね。かぼちゃ、これみかんじゃないよ、かぼちゃ。寒くなってまいりましたよ、北海道。久しぶりにお会いしましたかね。まあいろいろこう季節の関係もあって、前回がねちょっと間空いたのかな、そうめんみたいな感じで、もう秋真っただ中、そして湯気が上がっているコーヒーということで、今日はね、どうしましょう。またかいみたいな感じに言われるかもしれないですけど、こうじゃなくて、こう言ってみるか。こう言って、パスタにしましょうかね。久しぶりじゃない。またパスタにしましょうかね。ではどうぞ。まずは、パスタ茹でるためにお湯を、着火ですかね。よいしょ。はい。とりあえず今日の材料は、まあ、パスタ、またパスタになりました。パスタ好きだよね。食べるのも好き。作るのも好き。なんか違うものやりたかったんだけどね、こうなりました。で、ひき肉、これ大きめだよね。オクラ、しいたけ。これでいきたいですね。で、フライパンの方にはですね、サラダ油使います。このぐらい。で、あとで、炒め上がって最後合わせた後にオリーブオイル入れます。っていうのはオリーブオイルを60度以上にすると、発がん物質に変わってしまうので、それでです。はい、まずは洗ったオクラをですね、頭のところだけ落とします。一応調理人としては天地なので、この細いところも天地は落とすというね、一つのしきたり的なことがあるので。見えたこの前、だいぶ前でね、カメラ下がっていったことあるから、ちょっと待って、調整するね。ギュッギュッとこの辺で、また下がっていったら笑っちゃうんだけど僕は。よし、いいね。これで輪切りみたいな感じでいきます。まあ多少厚くても大丈夫です。ひき肉とかも炒めていくので、包丁使いで一番危ないのは親指が出てること、これは避けてください。親指切っちゃうので一番やりがちなんです。だから親指引っ込めてね、怖がって引っ込めるような感じでやっていけば大丈夫です。はい、ネバネバくんだね。これもう入れちゃおうかな、フライパンに。どうしよう、フライパン持ちた方がいいかな。よいしょ、入れちゃう。あ、脱走兵一人。これね、なんかね、そのままいけんだけど、カメラが三脚であるためにこうしてるんですよ。で、僕の場合はね、もう何でもかんでもよっぽどでない限り時間差で入れない、あれですね、ピーマンとか色悪くなっちゃうから、それは後から入れることあるけど、大体は一発で入れて、で、ここでもう入れちゃいましょう。このひき肉も入れちゃいましょう。トン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 、ちょっと一人分としては多いかな、わかんない。お湯沸いたね、ちょっと止めとく。よしと、はい、ここのね、土付きっていうか、これハサミで切った方がいいよっていう人もいるけど大丈夫です、もうちょうど十分です。で、スライスする感じでこういきましょうか、ね、ちょっとオクラのネバが包丁に少しの水で洗っても残ってるね。まあどっちみちそっちに混ぜちゃうので、これ入れます、フライパンに。粘ってる、あれだよね、しいたけに肉詰めしても美味しいから、ひき肉は美味しいと思います。よ
しいな。そしたらもう一回着火しますね。9分茹でなので私 1.65 ミリのパスタを使うので、最近売ってないんだよ。ネットで見たらね、製品はあるんだけど売ってないよね。探すの大変。まあ買えるとなったら全部一斉にストック分も買えないと、途中で買えるとねまた面倒いんですよ。それでね、パスタ入れまして、これ何度もやってるからね、ここ省略してもいいんですけど、9分茹で、沸騰してから9分茹でとなってるんですけど、このパスタの場合はもうあんまり温度下がらないので、このままタイマーセット9分です。ピッ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 、はい、ざる出してか。着火ですね。着火で、パスタって意外と具材が少なめだよね。少なめ、お、湯気少なめ。はい。でここに今回加える味付けは、シンプルにいきましょう。塩がね、ほんのこのぐらいです。わかりますか？これでもいいかな？もうちょっと残しつつ、結構ね、味出ます。こっち。簡単でしょ？簡単すぎるね。簡単すぎるがいいんだ。で、あとブラックペッパーを入れます。ジョリ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 。うん、そして私の隠し味はいつもの、ちょっと待って、火を読めるよ。こっそり入れるのはこのソースをですね、中濃ソースをちょこっと、そしてええー、豚と牛の合いびきなので豚の方がやっぱりちょっと匂いするんですね。で、結構私の方は使うのがこの料理酒、ほんのちょい入れます。これで匂い消しになります。臭みをで、これ必ず入れます私。はい、着火、再着火。いや火はついてんだけど、強めて、パスタもちょっとね、ここにくっつかないように、まあ、くっつかないんだけど、あんまり混ぜてる。いやー、うん、いい感じですな。あー、そうだ、入れようと思ったの忘れてた。どうしようかな。あー、入れよう。はい、入れようと思ってたのはミニトマトです。色合いの関係でね、色合いの関係と味もちょっと酸味入ったのが美味しいのかなということで、すいません、声だけそっちに行ってますね。声だけ、映像が何にも止まった状態で、ここから私また調理します。後からねトマトを入れてもいいんだけど、やっぱり火通した方が温度差の関係と、あとちょっと潰れてくれた方が、潰れるっていうかシャッとね、なってくれた方がいいと思うんですよ。で、色合いが料理すごい大事で、緑が入ってるじゃないですか、オクラで。で、茶色が入ってる、このひき肉で、と、あと椎茸。で、それに赤が入ってくると、なかなかね、色彩綺麗かなと思います。お皿に盛った時にね。はい、もうこの辺で止めておきましょう。うん。そして、あと4分で、パスタが出来上がるので、それで合わせます。はい、ちょっと放置ですね。まもなく茹で上がります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、いい。はい、ザルにあげます。
さてさて、ここで合わせますよ。湯切りをしてざっと入れます。で、着火、これで映ってるかな、ね、はい、ちょっとね脂身が多い感じがひき肉の場合するのでね、加えるオリーブオイルも少なめにしましょう。ギトギトになるので。でもね、イタリアンレストランとか行ったらオリーブオイルがプールのように浸かるようにかかってる場合もあるんでね、まあそれもありかなと思うんですけども、このフライパンもねそろそろ交換時期かな。手前の方がねちょっと焦げつくようにすぐなったんで、どうなんでしょう。はい、いいですね。これでこれでオリーブオイルをちょいとかけていきましょう。よっ、ねえ、軽くだよこの場合は。味付け程度ねと言いつつ入ったじゃないか。これ火を消してからねかけて、まあまあそんなに高い温度ではないと思うんだけど、ちょっと混ぜる感じにして、そうするとオリーブ味がついてきますんで、さてこっから盛り付けに入っていきます。よし、いきますか。ほんとこどん、いい感じの色合いになるんじゃないかなと。ほらシワシワにねトマトがなるんですよ、火通すと。これがいい感じで、ね、この間落としたじゃないですか、パスタこれ盛ろうと思ったら。慎重にね、乗っけていきたいと思います。ほら、いい感じだ。こぼれるほどひき肉もあるので、ちょっと待って、これでいっちゃうか。木べらでいきますか。よーっと、おお、かなりゴージャスになった気がする。いいね。あと微調整していこう。これどうしようかな、これで、見たくれね、見たくれ大事ですから。で、皿はいっぱいいっぱい使わない、必ず隙間をねこうにつけてやると、そうすると美味しそうに見えます。そしてさらに粉チーズをかけましょうか。この一本なんか嫌な感じだね。そういうね細かいとこ大事なんですよ。でもね粉チーズで隠れるからいろいろ。ほらできた。あとは白じゃないキッチンペーパー、白い、確かに白い、キッチンペーパーでちょっと落としたところとかね拭いてやるといいですよ。はい、綺麗にできた。なんかねまた次回もパスタとかになりそうな気もするけど、まあ完成ですわ。お水を入れてですね、足らんよもう一本でね、その前に、えよっ、あーこぼした。やっぱりこの距離からでこぼすわ。笑うしかねえわ。こういう時は布巾ですね。布巾登場。よし、完成。いかがでございましょうか。ちょっと寄ってみる。ぐわーっと、はい、こんな感じになりました。美味しくいただきましょうよ。